少し遅くなってごめんね。あ、いい香り。ん？ちょっと煮込みに時間かかったからちょうどよかった？そうだったんだね。出来たてが食べたかったから、帰り際に課長に用事を頼まれた時はどうしようかと思ったけど、タイミング悪くなくてよかった。それと、はいこれ。新しくできた。ね、君のこと本当に大好きだよ。君とこうして夕飯を一緒に食べて、食後は二人でゆっくりとデザートタイム。毎日こうしてたいな。君との時間は僕にとって一番安らぐ時間なんだ。